な発言と独特の曲調やユニセックス的なファッションスタイルでティーンエイジャーから圧倒的支持を得ている人気女性シンガーのビリー・アイリッシュが自分の体型や外見についてネット上で様々な声が飛び交い、ボディシェイミング、体型の批判が自身のメンタルヘルスに深刻な影響を与えたと告白した。英防具紙などが7日までに報じた。超ロングドレスに笑みを浮かべるビリー・アイリッシュ、ロイターすべての写真を見る。21歳のビリーは、超センシティブで複雑な性格の持ち主としても知られる。常に体型の変化がネット上で話題になっており、中には見るに堪えない投稿もあるという。私には理由がわかりません。正直、心から辛いです。誰も私の体について、私よりも今日、意見を言うことはできない。でも、私がもっと若い時期、例えば11歳の時に、ネット上で今のように批判されていたら、私はこの世に存在していられなかったと思います。以前よりも自分のことが好きになったし、相手がどう感じるかよりも自分がどう感じるかに興味がある。それでもすごく傷つきますと目を伏せた。とにかく辛い。辛いんです。苦しい時期があったのも事実です。私はまだいろいろと模索している最中です。とりあえず、奇妙な人生であることは間違いありません。体型だけでなく、社会的にダブダブのボーイッシュ的なルックスから、フェミニン的ルックスに変化したことについても、批判的が集まっている件についても、私は人生の大半において、男性的でボーイッシュでした。でも、ここ2から3年は、私はなりたい時に、なりたいものになることができると思いながら生きている。私は、フェミニンでもあり、セクシーでもあり、キュートでもあります。そのどれにも当てはまらないこともあるけど、それもまた、私なのですと、感性豊かなアーティストらしく語った。ビリーは21年12月に、11歳から、ポルノ映像を見始め、依存症に似た症状で悪夢にうなされたり、恋愛関係に悪影響を与えていたことを告白している。現在は精神的に不安定な時は長風呂やゲームで気分を紛らわせているという。精神的ダメージからの回復を祈るばかりだ。ナチュラルメイクでギターを演奏するビリー・アイリッシュ、ロイターすべての写真を見る3枚。